上する。ターゲットを確認。フェーズ1完了。ラリーは了解。準備よし。ラジオ、フェーズ2へ移行する。哨戒データ、維持方向転向しろ。そこで待て。ラジオ、動きはない。フックをかけろ。フックよし、上に上がろう。現場に着いた。そっちの状況は？ブラボーは降下地点上空だ。チャーリーは待機中。ノートを使え。 IR ストロボをつけろ。音を立てるな。ブラボーは接近する。了解だ。取り掛かる。奴を倒せ。ブラボーは接近する。全チーム、ブラボーが到着した。前進する。アルファからチャーリー、準備は？準備よし。全チーム、フェーズ2に移行する。分かった。ラージェ。屋内に入る。オールクリア。階段を降りる。南側だ。署員に通知する。敵が攻撃ヘリを飛ばしたぞ。了解。警戒しておく。ノートを切れ。中庭で動きがある。囚人の予想のようだ。我々の目標じゃない。ついてこい。チャーリーの爆破を待ち、中庭のハッチに向かい国内へ移動。ここで止まれ。電池アルファは位置についた。了解。ブラボーは準備完了。爆薬セット、チャーリー、準備なし。爆破数、3枚。3、2、1、爆破。奴らが餌に食いついた。
全チームへ。派手に行くぞ。ブラボー、電源を落とせ。ラジャー、停電まで準備。全チーム、ブラボーは鍵を奪った。了解。ターゲットは監視だけだ。暴動が起きたら囚人を盾にしろ。ラジャ、監視だけだ。クリア。左の独房棟にもいる。始末しろ。ブラボー、暴動を起こせ。アルファは海下へ向かう。目標のもとへ行くぞ。突入可能だ。爆薬セット。アルファはターゲットについた。レアアルファ出てきて顔を見せろ。久しぶりだな、リワな。総員へ627号を確認。了解、627を開ける。計画通りでした。計画はな、実行しなければ無意味なんだ。これは始まりに過ぎない。目標を確保。30秒後に移動だ。お会いできて光栄です、マカロフ司令官。6年だぞ。それプラス22日です。どうしよう。記念すべき再会だ。あなたが成し遂げたことは。これはまだ氷山の一角だ。総員へ、こちらは司令官のウラジミール・マカロフだ。コールサインはツァーリ90指揮官。指示を出す。フェーズ3に移行しろ。アウト。ついてこい。いいわ。
脱出計画は大丈夫かな。はい、司令官。エレベーターを上がり、正面玄関から出ます。チャーリーは橋の反対側で待機します。バラシュはシンプルが一番だ。それが可能なら。コンタクト、行くぞ。スワン、無闇に撃つな。アンドレイ、装備を整えたら行くぞ。必要なものを取れ、急げよ、ツーワン。スーワンからチャーリーへ指揮官を確保。こちらは脱出する。待機しろ。ラガー、待機する。アルファ1はエレベーターで上がる。指揮官を確保。回収の準備を。ソインへ、上は危険だ。現在光線下にある。了解した。ブラボーが監視に押されています。待機しましょう。囚人が解き放たれれば、監視の注意がそれだ。その隙をつけ、遅れてはリスクが増える。アンドレイ、ここの権力者は誰だ。監視か、囚人か。囚人です。そうだな。だから監視は銃を持って上出来だ。その答えを行動で示してる。あとに続く。本家、監視塔にマシンガンが設置されてるぞ。サーリからラプターへ。中庭の監視塔に即時攻撃を要請する。ラジャー、ラプターは接近する。ラプターより地上チームへ。ターゲット確認、レンジャークロー。了解、やれ。ミサイル発射、コックスルー。無人はダメだ。ターゲットを破壊した。回収地点は向こうのトンネルだ。そこへ向かえ。行け、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 突破地点を取ろうじゃ。ターゲットを破壊した。回収地点は向こうのトンネルだ。
敵を倒して脱出するの。回収のためにトンネルへ向かえ。行けよ。トンネルに急行しろ。クリアだ、行くぞ。チャーリー、今からそっちに行く。チャーリーがヘリに対処するはずだったのに。お前があらかじめ対処すべきだったんだ。崖に沿って海まで行け。ボートが援護射撃してくれる。壁に敵がいる。無視しろ。ボートに乗れ。逃げた。もう一度言ってくれ。マカロフが逃げた。奴が脱獄したの。チクスだ。旋回しろ。引き返すんだ。ヒロシ機関からシャドウ2、港に着いた。貨物を受け取ったら連絡する。スタンバイ。気をつけろよ。順調か。まあな。ここまで来たら使わずに済めばいいが。イティーブ・ハレコン、後でな。ラジャミナ、バラ、お母さんはあなたのように戦ってる。行こう。言われたことはやった。コンテナは安全だ。港に部外者はいない。港湾部は昨日から閉鎖してる。よし。ファラ、ん？余計なお世話だろうけど。どうした？この貨物は強力なんでしょ？ああ、ウルジクスタンが平和になったおかげで人生を取り戻せた。それを守り続けてほしい。私たちも手伝うから。もちろんだ。あのコンテナが…リーダー！くそ！くそ！
了解だ。この場で待機しろ。シャドウ01からキロへ。聞こえるか？ルナが JIA だ。こっちの謎だ。司令官、ヤツらは至る所にいる。ミサイルだ。ヤツらはミサイルを狙ってる。わら、ヤツらの好きにはさせない。武器が必要だ。シャドウの気象のついたコンテナを探せ。戦闘装備が入ってる。ミサイル以外のものも運んでたのか？もちろんだ。助かったろ。コンテナを特定しなきゃダメ。ディナが場所を知っていたんだが。目録は校長のオフィスにあるはずだ。タワーか。そうだ。了解した。店にコンニーがいる。一級品だな。アタックザリ。ヤツを倒した。必要なものは船とタワーにある。ヒロ、早く移動しろ。コンテナの前にいる。了解。
GPS トラッカーと目録を取れ。時間がなくなるぞ。ゴムドローン入手。空飛ぶ C4 だ。よし、こいつは強力だ。タワーに来そうだ。うまく倒したな。タワーに入った。タワーの3階のオフィスに目録があるはずだ。巡航ミサイルを使うこともあるのか。さあな。積み荷目録を探す。校長のオフィスは3階だ。そこを調べろ。起こしてれとは。コンニが追ってくるぞ。気をつけろ。敵に気づかれたぞ。3階だ。オフィスが近い。校長は整頓好きだ。机を調べるのは簡単だろう。目録を発見。いいぞ。GPS トラッカーは船にある。次はそれを取りに行け。敵だらけだ。車両が壊れた。昇降ケーブルがあった。船に乗った。トラッカーを見つけないと。中を探す。ブリッジに向かえ。川出しにある。トラッカーを探しにブリッジに行く。テーブルを調べろ。そこにあるはずだ。奴らが辺りを捜索してる。静かにしてろ。承知する。コンニは乗員を始末していた。奴らに報いを受けさせてやる。シャドウの犠牲を無駄にはしない。あら、俺たちの分も仇を取ってくれ。
見えるところに置いてある。テーブルの上だろう。ゼロワン、 GPS トラッカーがあった。グレイブス、積み荷目録の情報を送る。了解。コンテナの番号と照合する。 OK。 ミサイルにトラッカーを仕掛けるんだ。クレーンを調べろ。別のコンテナを積んでるかもしれない。了解。両方見つけてやる。ヒロシ機関から3-1へ、状況は？食い止めてるが、奴らの増援がそっちに向かったぞ。私が何とかする。アレックス、敵の数が多いが、何とか生き延びろ。そっちもな、抵抗あるか。キロからシャドウへ。本人はコンテナを見つけた。今回収してる。くそ、ミサイルを1機失った。残りは2機だ。ミサイルが同じ場所に運ばれるなら、まだ追跡可能だ。推測ではな。そうだといいが。あら、コンニーが来るぞ。急行する。最初のコンテナも上だ。巡航ミサイルを発射する。マークした。敵の増援が来るぞ。奴らが来る前に次に向けろ。移動する。仕掛けろ。すでに一つ失ったんだ。二つ目のミサイルが近い。最後のトラッカーを起動した。コンニーがミサイルを両方持っていく。了解。バラ、やるべきことはやったな。残りも頼む。エゴ、聞こえるか？感度良好だ。コンニーが引き上げていく。欲しいものを手に入れたんだ。これも明日の勝利をつかむためだ。まだ終わりじゃない。エコーから拾え。クリアか？オールクリアだ。進め。ラジャ、そっち行く。すまない、ティナ。必ず奴らに償わせる。約束だ。司令官。ミサイルは抑止力になるはずだった。力による平和だ。
この国は戦争に取り憑かれてる。決してなくならない。ロシアはここを欲しがってる。奴らに渡すものか。どうする気だ。コンテナを追跡する。俺も一緒に行く。いや、遺体を保護して仲間に警告してくれ。ロシアが戻ったと伝えるんだ。シャドウカンパニーも関与してる。介入してくるだろう。そうだな。先に連絡したい人物がいる。ミレーナ。お帰りなさい、ウラジミール。軍隊を作ったのか。資金を生かしたの、大義のために。同志たちよ、再会を果たしたぞ。皆の努力と今日の成功は称賛に値するが、罰もいるな。イワン、お前は俺の計画を疑ったよな。時間を無駄にしたんだ。タイミングが全てなのに。司令官、慎んで申し上げます。いいか、自分の過ちを認めるんだ。アンドレイ、己を証明したな。これからは副官を務めろ。信頼に感謝します。我が戦士たちよ、俺は不在だったがお前たちと共にいた。あれから敵はさらに強くなり、 ULF はウルジクスタンを取り戻してしまった。時は来たぞ、奴らに真の力というものを示せ。これは近くの戦いだ。理想的な嘘が真実を曇らせる。人々が信じるものを操れば支配できる。これが我々の武器だ。戦争の道具として使い、ロシアの栄光を取り戻すぞ。真のロシアを。西側は選択肢が好きだ。それを奪ってやる。我々に従うほかない。事態は一刻を争うぞ。マカロフは脱走すると他方面に部隊を動員した。コンニグループに日の出前にウルジクスタン港を襲わせた時、ファラが居合わせたんだ。彼女は無事か。ああ、だが戦闘時彼女のチームに死傷者が。その分敵も倒したが。さすがファラだ。港には何が。アメリカ製のミサイルだ。コンニはミサイルを手にしたのか。マカロフはそれで何を企んでる。それを調べないと。奴らの居場所を突き止めたら行動に出る。ロゼル、他方面に動員と言ったよな。他のターゲットは。コンニの部隊がウルジクスタンの原子力発電所に集結している。稼働してるのか。バルコフを倒した時に放棄された。そこに何がある。お前たち4人で調査しろ。ラジャー、俺とゴーストで偵察する。ソフとギャズは周囲を確保しろ。マカロフが核を使う気なら絶対に阻止するんだ。了解だ。ブラボー取りかかろうぜ。あと1分。急げ。クレート準備よし。その中の装備を使うことになるかもな。ああ、開けます。線でパラシュートを開け。ギリギリだな。いつものことだ。集合地点を確認しろ。了解。
ウォッチャー1からブラボーへ監視を始める。コンニのヘリが3機駐機している。オレンジのスモークが目印だ。核物質の回収地点だな。ああ、そのヘリが優先ターゲットだ。破壊して核の脅威を封じ込めろ。ラジャー、監視に取り掛かる。タイ、私は空から観察したことを伝達する。アシストに感謝する。マカロフは総動員をかけてきた。